ありがとうございます。続きまして、細川俊夫先生によるスペルソング。この作品はオーボエのために作られた作品なんですけれども、今からソプラノサクソフォンで、演奏したいと思います。この曲は、古代ギリシャ音楽など、音楽が最初に生まれたのはシャーマン、預言者によるというふうに言われています。そしてそのシャーマンの役をするこう自然界と人間界をつなげるための歌を今から演奏したいと思います。それではお聴きください。